小鳥のファンシーミラー。100円ショップで見つけた。顔が映って楽しい。ストレス解消、と書いてある。これは素晴らしい商品である。現代社会でストレスを溜め込んでいるのは、人間だけではないのだ。野鳥たちもまた厳しい自然の中で、激しい競争にさらされ、天敵に狙われ、身を削り心をすり減らしながら、懸命に生きているのだ。ぜひこの商品でもってストレスを解消してほしい、とおっさんは思った。解消できるに違いない。なぜなら、顔が映って楽しい、のだから。顔が映ると楽しいのか?という疑問もふと頭をよぎるが、これは100円ショップ界の巨人ダイソーさんの商品である。おっさんが心配するには及ばないのである。早速庭のバードフィーダーに設置してみよう。設置した。それにつけても差し金は便利だなぁ。あなたもそう思いますよね?ではこのまま放置して、野鳥たちがリラックスしに来るのを待とうと思う。最初にやってきたのはシジュウカラ。どんな反応を見せてくれるだろうか。いろいろ揺れているのはシジュウカラが、フィーダーの木の実をつついているから。鏡の中の自分に気づいた。羽を広げて体を大きく見せ、相手を威嚇しようとする。その後も警戒を続けるシジュウカラ。シジュウカラはリラックスしてくれなかった。続いて現れたのはメジロ。小鳥のファンシーミラーの正面に立っているが、あいにく鏡が横向きで自分が映っていない。同時にターンを決めるメジロと鏡、間がいいのか悪いのか。しかし数回目の訪問で、ついに自分と出会ってしまう。これは、もしや求愛か?相手を見失うメジロ。わからない。動きと声が可愛すぎて、感情が読み取れない。風が吹いて鏡が横を向くだけで、相手が消えてしまう不思議。いつでもお騒がしているよ。どっかに行き、イミーの姿を。メジロの気持ちについては、後で別の方法で確かめてみる。ご存知庭の暴君、ひよどりさん。鏡など眼中にない。ひよどりさんがみかんを丸々加えて、持って行ってしまうので、このフィーダーには小鳥だけ通れる程度の、金属製の格子を取り付けてある。みかんにくちばしが届かず怒るひよどりさん。カメラにみかんの汁をなすりつけられた。なんで?サイズ的に、無理。なので、鏡を大きくしてみる。ひまわりの種の殻を割るシジュウカラ。鏡に映る自分の姿は見えているはずなのに、反応しない。これだけ近づいても反応しない。最近の研究によると、シジュウカラはとても賢い小鳥らしい。
おそらく鏡に映る自分を自分だと認識していると思われる。先ほどは小鳥のファンシーミラーに映る自分の姿が、風により揺れたことで、他の個体だと誤認識し、警戒したのだろう。それにしても激しいヘッドバンギングである。メジロの場合はどうなるだろうか。鏡の中の自分に近寄っていく。交代。先ほどの行動は求愛だったのか威嚇だったのか、間もなく判明する。一旦距離をとって、攻撃した。求愛なんかじゃなかった。ここから激しい攻撃と、忙しい食事が繰り返されることになる。精一杯体を伸ばしてみせるも、相手の背も一緒に伸びてしまう。やるなお主。そしてなんとこの威嚇と攻撃は、この後1時間続いたのである。しかしこれは愛なのだ。つがいで行動しているこの2羽が、互いに連れ合いのご飯を守ろうとしているのだ。きっとそうなのだ。ともあれ、激しくぶつかりすぎて思わぬ怪我をされても困るので、今後鏡を使う実験は控えようと思う。そしてひよどりさんである。確実に鏡の中の自分は見えている。ツンツン頭が見えている。しかし気にしない、気にならない。この庭では王様だから、何も怖くないから、おっさんが現れてもひいよと一声泣いて、糞をするだけなのである。だがこの日は、そんなひよどりさんのちょっと可愛いところを、カメラに収めることができた。フィーダーにはメジロが来ていて、ひよどりさんはカメラ外にいた時のこと。街のスピーカーから夕焼けチャイムが流れ始めると、メジロと一緒にひよどりさん、合唱に参加する。可愛いとこあるじゃないの。別の動画で紹介したトンビといい。夕焼けチャイムには鳥たちの歌心を刺激する、何かがあるのだろうか。キジバトはフィーダーの止まり木に乗れないので、鏡を下に置いてみた。とはいえ、実験することもないと思う。他の動画で何度も共同作業をしている、心優しいキジバトが、鏡の中の自分を威嚇したり攻撃したり、するわけがないからである。きっと反応すらしないであろう。ちょっと戸惑ってるな。気にせずお米を食べ始めた。器用な食べ方するじゃないの。食べ終わった後も全く鏡を気にせずに立ち去ったのであった。さすがはキジバト、平和の象徴、おっさんの友よ。しかし、この、わずか90秒後のことである。え？この90秒間に、鳩の認知にどのような変化があったか、お分かりだろうか？
そう、自分が食ったことを忘れた、のである。キジバトはお米を食べに来た。しかしお皿にお米がない。そして目の前には見知らぬ太った鳩がいる。お前か、お前が食ったのか。というわけなのだ。その通りだキジバトよ。食ったのはそいつだ。しかしそいつは、お前なのだ。思えば我々にもこういう面があるのではなかろうか。原因を確かめず、話し合いをせず、すぐに相手を責めてしまうようなことが、因果関係をたどれば原因は自分にあるのに。キジバトはそういう危険を、エゴの危うさを、今こうして身をもって教えてくれているのだ。それに気づいたおっさんは友の勇敢な姿に、涙を禁じ得なかった。ありがとう。明日は玄米をやるからな。貴重な気づきを得た実験だったが、目的のストレス解消とは、違った結果が出たような気がしてならない。お許しいただきたい。しかし実験とはそういうものなのだ。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。注意、小鳥のファンシーミラーは課金を対象とした玩具であり、効果は保証されておりません。